どうも、皆さん、こんにちは。チャックパスです。本日はですね、ANA マイルから ANA のスカイコインって交換することができますよね。おそらくね、こんな感じのキャンペーンで、ね、初めてだと思うんですけども、期間限定で ANA マイルから ANA スカイコインのね、レートアップキャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、多分私がね、YouTube やってる限り、この ANA マイルから ANA スカイコインの増量、 キャンペーンみたいなね。まあ、こういった感じのキャンペーンってのはえ、聞いたことがないと思うんですけども、今回ですね、a n m i l から n s 会員ね、交換していただくと、最大で、ね、2.2倍で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、ここまで行くのはね、結構ハードル高いかななんていうふうに思うんですけども、まあ、私みたいにですね、スーパーフライヤーズ会員の方でもですね、いつものね、交換レートより、 高くね、交換することができるっていう風になりますんで、2020年3月末とかでですね、ANA マイルのね、有効期限切れてしまうっていう方で、まあ、スカイコインに変えておきたいよっていう方であったり、やはりね、SFC 修行とかね、予定されている方はですね、えー、ANA マイルから ANA スカイコインに交換していただいて、まあそこからね、えー、ANA のね、航空券の購入に充てるみたいな、まあこういった感じでね、利用していただくのもね、結構いいのかな、なんていう風に思いますので、 気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらがね、キャンペーンページになっておりまして、えー、今がお得に旅するチャンス、期間限定、ANA s カイコイン、交換レートアップキャンペーンということで、えー、期間がですね、2024年の2月の6日火曜日から2024年3月31日、 23時9分までということで、この動画出てるのね、2月の6日とか7日とかにね、出てると思いますので、まあ、キャンペーン自体はですね、3月31日までね、やっているっていう風になりますので、まあ、ゆっくりね、あの、検討していただいて、利用ね、していただければなと。 思います。で、キャンペーン内容ですね。期間中、ANA マイルから ANA スカイコインへの交換を申し出げると、通常レートに一律0.2を加算したキャンペーンレートで交換することができます。ということで、こちらね、エントリー不要になっております。で、会員ステータスは ANA カード種類別交換率ということで、このね、ANA マイルから ANA のスカイコインっていうのは、ステータスとかですね、ANA カードにね、種類によって、このね、交換率っていうのが異なるっていうふうになってるんですよね。 ですので、あの、こちら公式サイト載せておきますので、ご自身のね、あの、ステータス、もしくは ANA カードのね、種類、見ていただいて、あの、レートをね、確認していただければなと思います。ちょっとこれはね、後で確認いたしますね。このね、ANA スカイコインの有効期限なんですけども、このスカイコインの有効期限っていうのはですね、交換月より12ヶ月目の末日になるっていうふうになるんですよね。 ですので、3月1日発行の ANA スカイコインは、翌年の3月31日まで有効になるっていうふうになりますので、まあ、ANA マイルもね、基本3年間のね、有効期限がございますし、スカイコインっていうのもですね、有効期限がね、だいたい1年間っていうふうになりますので、この点はね、注意してください。 で、今回のね、キャンペーンの対象のお客様ということで、ANA ILH、ね、クラブ会員の方ということで、誰でもね、参加することができるっていうふうになります。で、注意事項としては、1から9990の交換の場合、交換後の ANA s カイコイン数の小数点は切り捨てになります。ANA s カイコイン申し込み後、お取り消しはいたしかりますので、ご了承くださいということで、こちらね、あのネットでしかね、利用することができないっていうふうになります。 で、交換レートなんですけれども、まずね、ANA ダイヤモンドサービスプラスモアの方ですね。プレミアムポイント15万ポイント獲得されている方ですね。通常の交換数が1から20万マイル。こちらはね、2倍に交換することができるっていうふうになるんですよね。通常ですね、20万マイル交換していただくと40万使いイコインになるっていうふうになりますんで、この ANA ダイヤモンドサービスのプラスモアの方はね、本当にすごいですよね。 で、今回のキャンペーンのレートなんですけども、本来ね、2倍ね、適用されるところが今回のキャンペーンレートということで、一日0.2倍っていうふうになりますんで、2.2倍に交換することができるっていうふうになるんですよね。ですので、20万マイル交換していただくと、44万スカイコインになるっていうふうになりますんで、これはめちゃくちゃすごいですよね。まあ、この ANA のね、あのダイヤモンドサービスプラスモアのね、 二倍っていう時点でもですね、結構ね、強力っていう風になりますんで、国際線のタイムセールみたいな感じで、えハワイのね、ホノルルとかのね、便出ますよね。だたい10万円ぐらいなんですよね。まあそうなるとですね、この ANA ダイヤモンドサービスプラスモアっていう方は、基本的に5万マイル交換していただくと、二倍になりますね10万スカイコインになりますよね。ですので、ANA マイルね、5万マイルあれば、東京ハワイ間のね、エコノミークラスにはなりますけれども、まあ、往復のね、 航空券ね、5万マイルで一人ね、利用することができちゃうみたいな。まあそういったこともですね、セールで利用すれば実現できるっていうふうになりますんで、この ANA ダイヤモンドサービスプラスモアの方はね、本当にすごいですよね。で、それでは次ですね、ANA ダイヤモンドサービス、こちらはプラスモアじゃない方と、ANA プラチナのステータスの方、またブロンズサービスの方は、こちらになります。 ここからですね、一度にね、何マイル交換するかによって、レートがね、変わってくるっていう風になります。A、1からね、4万マイルまでありますけれども、こちら1万マイル区切りですね。 1>, 1倍、1.3倍、1.4倍、1.5倍、1.6倍。で、今回のキャンペーンですね、0.2倍、プラスになりますんで、1.2倍、1.5倍、1.6倍、1.7倍、1.8倍ということで、こちらね、5万マイル以上交換していただくと、本来ですね、ダイヤモンド、プラチナ、ブロンズの方は1.7倍レートになるわけなんですけども、これがね、今回のキャンペーンレートだと1.9倍になるっていうふうになりますんで、 これもね、めちゃくちゃいいですよね。まあもちろんね、このダイヤとかプラチナ、ブロンズとかはですね、プレミアムポイントね、一定数貯めていただくか、もしくはライフソリューションでね、ある程度の決戦ね、集めていかないとえ利用することができないわけなんですけども、1.9倍っていうのもね、かなりいいですよね。まあ2倍にはね、満たないにしても、ほぼほぼ2倍っていう風になりますんでね。 まあ5万マイル交換していただければですね、9万5000スカイコインで交換することができるっていうふうになりますんで、修行されている方もね、非常におすすめですね。え、ね、セ c シー修行とかね、検討されている方は、 まあ、最初はね、普通に平会、もしくはカード会員になると思うんですけれども、まあ、それでね、ある程度修行して、ブロンズに達成したらね、さらにそこから交換していただくとですね、レート上がってね、交換することができるっていうふうになりますんで、s h c c をね、検討されている方は、最初からね、全部 ANA マイルから ANAS 会コインに交換するのではなくてですね、このブロンズサービスにね、到達するっていうのを見極めて、まあ、そこまでですね、ギリギリの交換数で交換していただいて、まあ、なって、 ANA ブロンズになったらですね、さらにね、交換していただいて、上位のね、交換率で利用していただくのはね、非常におすすめっていうふうになります。で、次にね、私も入っている ANA スーパーフライヤーズカード、ANA カードプレミアム、ANA ゴールドカードの方ですね。こちらも、えー、交換数によってですね、倍率が変わるっていうふうになりまして、 1>, 1万マイルごとにですね、交換率が変わっていきます。1万マイルが1.4倍、2万マイルが1.5倍、3万マイルが1.6倍、4万マイルが1.7倍え。5万マイル以上一度に交換していただくと、1.8倍がね、適用されるっていう風になるんですよね。これもね、非常にいいですよね。ちょっと私ね、あの、近々ね、 特典航空券ね、ちょっと枠が空いてない部分で、航空券ね、抑える予定がございますので、これはめちゃくちゃありがたいですね。ですので、5万マイル一度に交換すればね、9万スカイコインになるっていうふうになりますんで、これもね、非常にいいですよね。 それでは次ですね。ANA カードワイド一般 AMC モバイルプラス会員の方ですね。まあ、ANA カードね、ワイドの一般カード、もしくは普通の一般カードを持っている方はこちらになります。まあ、こちらであってもね、5万マイル交換していただければ1.7倍になるっていうふうになりますんで、これでもめちゃくちゃいいですよね。 まあ、こういった形になります。まあ、一応ね、ANA マイレージクラブカードということで、こちらもあるんですけども、こちらでも、まあ、1.4倍、5万マイル交換していただければね、なれるっていうふうになりますんで、今回のキャンペーンね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、今年もね、多分、海外路線のね、 タイムセールとかあると思いますので、まあ、そこでね、あの、ネインサーチャージ払いたくないから、エコノミークラスでもいいっていう方は、今回のキャンペーンでね、ある程度と交換しておくっていうのも、全然いいのではないのかなと思います。やはりね、今ね、特典航空券でね、あの、発見してしまうと、サーチャージかかってきてしまう部分がございますので、まあ、それを見越して利用していただくのもね、いいのではないのかなと、 思います。それでは次にですね、今回ね、マイルから ANA スカイコインに交換することができるんですけども、まあこれがね、どういった感じで利用することができるのかっていうところですよね。それがね、こちらに記載がありまして、こちらですね、利用方法ということで、ANA スカイコインは対象の支払いに100円単位で利用することができます。で、利用できるのは、 ANA の国内線、国際線、えー、国内線旅行商品、海外旅行商品ということで、まあ、ANA トラベラーズ、ANA の国内線、ANA の国際線で利用することができるっていうふうになります。まあ、この ANA のスカイコインですね、まあ、そこまでね、難しくないですので、まあ、詳しくはね、説明しませんけども、まあ、ANA トラベラーズの商品であれば、えー、利用することがね、基本的にできる。またね、国際線でもね、利用することができて、ANA のいいところはですね、この ANA のスカイコインっていうのは、 国際線の海外発見ありますよね。私がね、生 c 修行した時の、えー、プカラルンプールから東京乗り継いでのニューヨークの往復とかね。まあこれをね、2周させていただいたわけなんですけれども、まあこういった時もですね、 クアラルンプールが発見してますよね。クアラルンプールから発見したとしても、この ANA の、ね、スカイコインっていうのはえ利用することができるんですよね。この利用条件のところね、え見ていただくとわかると思うんですけども、対象運賃料金が ANA 便の料定であれば、コードシェア便、国内の継ぎ区間を含むということで、<チキ>こちらはね、ANA 便になっていれば、基本的に、ね、利用することができるっていうふになりますんで、ANA 便であればですね、 コードシェア組んでるね、飛行機であってもえ利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、非常にいいですよね。ですので、海外発見とかでですね、利用されたいっていう方で、今回のキャンペーンでね、利用していただくっていうのもね、非常におすすめっていうふうになります。 またね、こういったね、ANA トラベラーズの日本を旅しようっていうね、こちらのサイトだと、ANA スカイコインね、利用することができるっていうふうになりますんで、これね、ホテルだけでもね、利用することができたりしますんで、まあ、あんまりホテルだけにね、このスカイコイン使うっていう人ね、いないと思うんですけども、まあ、こういうね、航空券付きプランであったり、ゆったりホテルの満喫の旅とかもね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、ここら辺でね、ANA マイルね、有効期限来ているっていう方で、 ここら辺使っていただくのもね、非常にいいのではないのかなと思います。ということで、今回ですね、ANA マイルから ANA スカイコインの、ね、レートアップキャンペーン来ましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、ANA マイルでね、今特典航空券ね、国際線発見してしまうと、サーチャージがね、かなり高いですよね。ですので、このね、スカイコインに交換してあて、まあ、エコノミークラスにはなりますけどもね、 普通の優勝発見にこの n s 会コインでね、支払いしていただくっていうのはね、非常にいいですよね。ぜひね、利用予定のある方はですね、ちょっと見込んでね、交換しておくのもね、いいのではないのかなと思います。私ね、あの、ANA の国際線のセールとかもね、見させていただいておりますけども、まあ、ハワイ路線とかね、エコノミークラスであればですね、往復ね、10万円以内でね、発見できるね、今までセールね、結構ありましたので、まあ、ここら辺目安にね、交換しておくのもですね、いいのではないのかなと、 思います。やはりね、ANA のダイヤモンドプラスモアとかね、持ってる方はね、最大2.2倍ですからね、めちゃくちゃすごいですよね。 はい。さすがにね、あの、あんまりね、あの、15万プレインポイントね、基本必要になるんで、まあ、そこまで対象者多くないと思うんですけども、いやね、これはすごいですね。ぜひね、利用予定のある方は交換ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画を役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、フライティパス2人のおす,すめのクレジットカードがわかる TPC だ。 マイル診断、ポイントサイト診断。最近ね、かなり時間をかけて作らせていただきました、マイルクレカシーズナ、総合版ね、こちらえ、利用することができるようになりましたので、無料のね、公式アカウントから利用することができますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ